る。あれあれ、かの君って猫のことですよね。猫ですよね。でもおっさんだよな。おっさんよな。残念な子だ。パジャマ自体は可愛いの。アララギさん曰く、油断して不十分な装備を見られてしまったので、明日また鉢合わせすることがあってもいいよう、今夜は気合を入れて完全装備をしておこうとのことですわ。
眠れん。仰向けで寝るのは慣れないせいもあるか。じゃあせめて右を下に。兄はある日突然、妹がいつの間にか子供から大人になっていることに気づくというが。やっぱり、女の子、なんだな。いかん。この体勢なら。なんだ、一体何が起きている？
ぎさん。ですわ。アララギさんは昔から抱きつき癖があるようで、隣に枕を並べる私や春次さんはよく気づいたら絡め取られているという事態に陥ること必至でして、このように寝相には真理が現れるという考え方がございまして、アメリカの精神分析医サミエル・ダン、しかし分析の結果一つ収穫がございましたわ。アララギさんのおっしゃるトードリー、これは発音の妙、つまりあだ名のようなものであり、その真名は、頭取りとおっしゃるそうなんですの。ちなみに頭取りとは一般の会社に当てはめると社長職に相当しますわ。かつては様々な機関の長の肩書きとして使用されましたが、いつしか銀行に限定されるようになりましたの。想像し、あ、春告。ん？その声は。あ、違いますのよ、春告さん。これは、私が。いや。すまない。春告さん。問題ない。今朝方の話で、この寮の慣習に従うのは当然という意見に賛同したのは私だ。春告さん。それよりも、かばったつもりなのか何なのか、スー君が謝った理由は何だ。とりあえず謝って場をやり過ごそうというのはどうかと。違うよ、
ハルツゲ。俺が謝ったのは、寝ていたお前を起こしてしまったことに対してだ。ごめんな。事情は分かったから、気にしなくていい。ありがとう。よし。じゃあ、寝ようか。はい。いやあ、ぐっすり眠れた。気合い入れていかないとな。おはようございます、旦那様。おはよう。早起きだな。旦那様、あまりお休みになられませんでした？え？どうしてだ？目の下にクマが。あ、いや、大丈夫。ヒヨはぐっすり眠れたか？おかげさまで。もしかして俺のことを心配して。準備ができたら呼びに来るから、もう少しゆっくり寝ててくれよ。やっぱり俺は別の部屋で寝た方がいいんじゃないかな。あら、お風邪ですの？いや、そんな大げさなものじゃ。ヘクシ！鼻風邪をひいたみたいだ。あ、いけませんわ。はい、旦那様。チーンってしてくださいませ。チーン。いや、いいってば。
ご遠慮なさらず、チーンって。あ、いかん。はい、チーンって。ほふられる。旦那様は。それで、よろしいんですの？よかった。その、本当にご自分でお作りに？当番制なんだろ？当たり前じゃないか。それは、そうですが。やっぱり気を使わせちまってるんだな。ありがとな。でもなんていうか、当番ってさ、みんなのためのものじゃないか。当番ってのは、みんなで分担することに意味があって、誰か一人に押し付けたりして、不平不満を起こさせないためとか、一人一人が寮の一員なんだって自覚を芽生えさせるためとか。そういうの全部、この寮の、いや、この寮で過ごすみんなのための制度じゃないか。ええ。だから、こなしたいんだ。料理でも掃除でも戸締まりでも、一つ一つ俺の順番をちゃんと自分でこなしたい。そうすれば俺もこの寮の仕組みとして機能していることになる。この寮の一員として存在していることになる。みんなの中に俺も含まれるから。
俺の居場所がここにできるのかなって、そんな風に思ってさ。こういうのって、なんか、いやらしい考え方なのかな。打算みたいな。いえ、そんなことはございませんわ。そっか。よっ。よし、できた。お疲れ様でございました。